県内でおとといまでの1週間に熱中症で救急搬送された人は57人でした県は引き続き熱中症予防を呼びかけています県消防救急課によりますと今月15日から21日までの1週間に熱中症で救急搬送された人は前の週と比べて26人少ない57人でした 年齢別では65歳以上の高齢者が半数以上を占めています救急搬送された人の数は今年4月末からの累計で867人に上り前の年の同じ時期のおよそ1.75倍に増加しています県消防救急課では日頃からこまめに水分を補給し 室内では28度を超えないようにエアコンや扇風機を上手に使うよう呼びかけていますまた自分で水が飲めない時や全身の痙攣があるなどの場合はためらわずに救急車を呼んでほしいとしています